はい、おはようございます。今日は5月20日火曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。で、今日のニュースは6個になりますね。で、最後にコメントの紹介と、あとは僕がチャンネル登録者数2200人を突破しましたので、最後にちょっと雑談をさせていただきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。で、まず1つ目。1つ目はジェン・スパークさんの話なんですけど、45日間で年間経常収益が3600万ドル達成。すごいっすね。めちゃめちゃすごいなと思います。20人ほどの小さなチームで広告費ゼロで達成ってことで、めちゃめちゃすごいっすね。で、さらに、これからもっとすごい機能も登場予定っていう匂わせをしてくれてるんで、さらにこれから進化しますよっていうとこですよね。もちろんやっぱり開発とか、会社のね、経営運営に関しては、当たり前ですけどお金は必要なので、それをね、しっかりと達成しつつ、しかもこれだけの速さでっていうので、やっぱ応援しがいのある会社だなって思いますよね。開発チームが優秀なのはもちろんだと思うんですけど、経営陣も優秀なんだろうなっていうのを、こういうので感じますよね。あとはやっぱりその周りからの期待値も高いっていうのがあるし、僕自身もファンの一人なので、いや、これからもね、どんどん進化してほしいですね。はい。これ嬉しいですね。で、2つ目もジェン・スパークの話なんですけど、今日から、今日って昨日もうこれが投稿されてたんですけど、プラスプラン、プロプランの、いわゆる有料課金者ってですよね。はい。課金してるユーザーに対しては、AI チャット機能っていう、機能があるんですよ。スーパーエージェントじゃなくて、普通にチャットをするっていう機能がもともとあって、で、それが、クレジットの消費なしで無制限に使えるっていうのを発表してますね。これすごいっすね。いや、さっきのね、経常収益っていう話ももちろんなんですけど、だって API 結構高いっすよ。O3 とか、クロード 3.7 とか、ジェミニに関しては割と、お得な感じではありますけど、O3 も無制限で使えるっていうのは、結構すごい話だなと思ってて、それをやっちゃって大丈夫ってことなんでしょうね。いや、めちゃくちゃ太っ腹っすね。これはちょっと使った方がいいですね。はい。ちょっと、この際なんでね、甘えさせてもらってガンガン使おうと思っております。はい。で、3つ目は VS コードの話なんですけど、これね、ちょっと、僕自身は何がすごい話なのかピンときてないんですよ。正直理解ができてないんですけど、ただ X 界隈では結構注目されてて、リポストされてるんですよ。で、VS コードがオープンソースの AI エディターにする計画を発表しましたと。これ、どういうことなんだろうな。で、GitHub コパイロットが搭載されてとかいろいろ言われてるんですよ。そういう絡みで。で、この辺、ちょっとね、僕はよく分かってないので、これも読んだんですけどね、ちょっとね、個人的には、落とし込めてないので、ぜひね、分かる方がいらっしゃったら、コメントで教えていただけると嬉しいです。あと、ディスコードメンバーの方の、解説とかもちょっと、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。ただやっぱりその、開発環境がやっぱりどんどん変わっていってるなっていうのはあるので、そういう中の一つで、僕もこれからね、開発とかプログラミングにチャレンジをしていくので、こういうニュースは、できる限り拾っていきたいなとは思っております。はい。っていうのが3つ目のニュースですね。で、4つ目。4つ目が Google の話なんですけど、Google が、これが、なんて言うんだろうな。コーディックスの競合ツールを、発表したのかな、これは。Jules かな ?Jules のベータ版を全世界で展開しますと。で、1日5つ無料タスクが付属しますので、5回使えるってことなんですよね。新しいツールってことなんですかね。で、コーディックスの競合ってことなんで、まあ、エージェント的に働いてまあ、プログラミング生成とかそういうのをやってくれるってことなんだと思うんですけど、この辺がねちょっとまあプログラミング系なんで僕はなかなかこう理解がすぐには追いつかないんですけど、まあ、こういうツールが出ますよと。で Google に関しては今日が、日本だと今日が20日なんで明日ですかね。明日その Google I/O っていうイベントがあるので、まあ、そこでいろいろ正式に発表されたりとか、まあ、いろんなアップデート情報が出るはずなので、まあ、それも含めてのなんかリーク情報なんじゃないかなと思っております、勝手に。はい。まあ、で、明日、明後日はその Google 関連の発表が増えると思うので、まあ、もともとめっちゃ多いんですけど、さらにちょっとどでかいニュースが来るんじゃないかなと期待しております。はい。まあ、こういう発表がありましたよっていうところですね。はい。で、5個目も、Google の話なんですけど、これ、まあ、僕のポストで申し訳ないんですけど、NotebookLM のアプリが来ました。はい。で、もう、昨日の夜にインストールができてて、で、もう使えます。使った感じ、結構ね、使いやすいなって思いましたね。はい。もうこれ、NotebookLM を開いた画面なんですけど、音声概要を作ってれば、もうここで再生ができるんですよ。だから結構ね、もう、開いたら速攻、音声概要を再生できる状態になってるんで、これは結構使いやすいなと思いましたね。はい。で、まあもちろん、このアプリ上から自分でソースを入れて新しいページを作るっていうこともできるんで、これはなかなかね、いいっすね。はい。使い勝手めちゃめちゃいいなと思いました。個人的にはもうこれからガンガン使っていきますね。はい。ぜひぜひ、もう、僕は Android なんで、Mac ユーザー、iPhone ユーザーも使えるはずなので、もうすでにインストールを早速してもらえればなと思います。はい。で、最後、6個目のニュースが、魚 AI さんなんですけど、三菱 UFJ 銀行と包括的パートナーシップ契約。すごいっすね。銀行と契約で、専用AI エージェントを提供するらしいですね。だからこれから銀行業務とか、まあちょっとなんか、なんだろうな、結構こういう、硬いって言っちゃうとね、語弊があるかもしれないですけど、なかなか裏側の仕組みからしっかりと変えていくのが難しそうな業態に入っていくっていうのは、すごいことだなと思うんですよね。はい。だからこういう取り組みは、どんどん増やしてほしいですね。うん。まあそれこそ今後ね、行政とか、まあ学校はね、ちょこちょこ入り始めましたけど、まあどんどんそういうので、まあ、デジタル化していくとか AI 絡めてもっともっと効率化していったりとかっていうのは進んでいくでしょうね。うん。銀行業務に特化した AI を開発し、銀行業への着実な AI 実装を進めます。で、それを魚 AI がやるっていうのがまたいいっすね。はい。まあ、この辺もちょっと注目しておきたいなと思っております。はい。という感じの6個のニュースになります。まあ、ジェンスパークのね、AI チャット無料でっていうのは、まあ、単純にエンドユーザーとしてはすごく嬉しい話ですし、明日からのね、Google I/O のイベント発表で何が発表されるのかっていうのを、ここもちょっと期待値が上がりますよね。まあ、ジェミニウルトラが来るのかどうかが、まあ、一番の焦点かなとは思ってますが、はい。まあ、あと、ノートブック LM の新機能も来るかもっていう話もあるので、その辺やっぱ楽しみにしておきたいなと思います。はい。で、ここからはコメントを紹介させていただきますね。僕が昨日上げさせてもらった、まあ、生成 AI、これから初めて生成 AI 触って、で、これから初めて課金しようと思う人向けのちょっとね、動画を撮らせてもらったんですけど、その動画に対するコメントなんですけど、1点補足するなら、動きが激しい世界だし、使っているうちにやりたいこと変わってくることもあるので、最初から年間契約はしないってことでしょうかっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。いや、これはね、間違いないです。今 AI に年間契約するのはかなりリスキーだと思います。いろいろね、年間契約をしちゃってる僕が言うのもなんですけど、キャンペーンとか、あとやっぱ年間契約する方が、やっぱり2、3割安かったりするわけですよ。トータルコストを見ると。なんでやっぱこっちの方がお得だなって思っちゃうんですけど、やっぱりね、進化が本当に激しいんで、今これがいいなと思って年間契約したとしても、他が本当ね、1ヶ月後とかにポンとバージョンアップしたりして、まあ、こっちの方がめっちゃいいじゃんってなって、年間契約した方を使わなくなるみたいなパターン、ザラにあるんですよ。まあ、なので、まあ、ちょっともったいないかもって思いつつも、月々で契約して、で、使わないときは、もう一回解約しちゃうとかの方が、まあ、結果合理的かなと思いますね。もう今の時代、やっぱ年間契約はちょっと危ないなっていうのは正直思います。はい。まあ、それをちょっとね、伝え忘れてたんですけど、まあ、確かにこれは重要だなと。この方のコメントにもたくさんいいねがついてたんで、はい。まあ、やっぱりみんな同じことを感じてるんだなと思います。はい。コメントありがとうございます。はい。で、最後ちょっと雑談をさせていただきたいんですけど、チャンネル登録者が2200人を突破しました。ありがとうございます。はい。2100人のタイミングちょっとね、逃しちゃって、お礼をね、お伝えできなかったんですけど、本当に登録してくださった皆さん、本当にありがとうございます。はい。まあ、本当に、なんだろうな、毎回こうやってね、まあ、発表というか、こう、共有させてもらうとき、チャンネル登録者が何人行きましたって話をさせてもらうときに言うんですけど、本当に1人目の登録者さんがいてくれたおかげなんですよ。もうこれは本当に間違いなくって。で、やっぱり数字が大きくなっていくと、こうやってチャンネル登録者数っていうその数字がね、どんどん積み重なっていくと、どうしても数字として捉えてしまうんですけど、これって本当に一人一人なんですよ。本当に2200人なんですよ。2200人の一人の人たちがこう集まってくれてるっていうことが事実なので、やっぱりそこは忘れちゃいけないなと思いますし、昨日ちょっとね、経営者さんたちが集まる飲み会に参加させてもらってて、でそこでまあ、AI やってるんですって話をしたりとか、実はチャンネルYouTube チャンネル持っててみたいな話をして、で、まあ、そこで面白いねって言って登録をしてもらったりとかもしたんですけど、そのやっぱり目の前にいる人が登録をしてくれるっていうのももちろんありがたいんですけど、この人が見てくれてるんだっていうのが分かると、やっぱり自分がどういう話をしなきゃいけないかなとか、どういう伝え方をした方がいいかなとかっていうのは、やっぱりすごく参考になるというか、考えさせられるんですよね。で、それがやっぱり相手に伝わりやすいってことになると思うし、自分自身もなんか、自分がね、基本的には自分が喋りたいこと、自分が好きなことを発信するっていうことが大前提にはあるんですけど、無責任に好き勝手適当にやればいいなっていうわけではなくなるなっていうのはすごく感じるんですよ。で、やっぱり特にこれだけの方がね、集まってくださってるっていう風になって、でその人たちの顔が見えたりとか、どういうことに悩んでるとかっていうのをコメントでね、コミュニケーションを取らせてもらっていくと、やっぱりその人の姿が想像しやすくなるので。まあ、そういう意味でもやっぱり直接お話ができるっていうのはありがたいですし、この一人一人のために僕が何ができるかなっていうのは、今後もね、これからも考えていきたいなというふうに思っております。はい。いつも応援していただいてありがとうございます。ちょっとごめんなさい、カミカミで申し訳ないんですけど、はい。まあ、これからもコツコツね、僕なりにまあ、誠実にというか、嘘つかずにしっかりと続けていきたいなと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。はい。というわけで本日は以上になります。では。